い、お疲れ様です。マッピーです。 HP アタック 1.1 やっていくんですけど、まあ、今790ポイントということで、毎回動画撮るたんびにね、あのマスター落ちそうになったり落ちたりしてるわけなんですけど、もうそろそろね、マスター落ちるのはもう勘弁だなってことで、今日はねもう森に行きますわ。もうリーダー使用率トップ5のね、トップ1アイカミナングリ使います。それだけです。よろしくお願いします。もうたまにね、定期的に来るこのカミナグリ会は、あの俺がポイントを取る回だと思ってください。もう普通にカミナグリ使っとけば大体勝てるんでね、はい、勝ちに行きます。今回ガチで勝ちに行きます。よろしくお願いします。もうね、まあ別に普段の動画気抜いてるとか全然そういうわけじゃないんですけど、あのまあね、みんな上手いんでね、しばかれるんで、やっぱ環境を使ったらね、まあ、そのしばかれ具合もね、まあ、だいぶ緩和されるというか、もう環境デッキで荒らし回りたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まずちょっとバリア貼っときますわ。はい、まあ、初手フェルノとバリアで、まあ、一回このビビらせるというか、うん、この強いね、あの俺勝つんだぞっていうこの強い意志をね、相手に見せつけておきます。俺勝ちに来てるんだぞっていう感じなんですけど、んーで、これね、クソ X 生きて、クソ X 生きて、クソ X 生きてクソ X 生きての、もう三段活用です。ということで X 行ってみます。まあでもこれで X 行って、俺はグローされてる未来が見えてきたし、なんなら何回食らってることかって感じなんですけど、でもやめられないんですわ。まあロックとかも怖いし、でも相手目線はマジでロックあるんだよな、初手からな。まあしゃあない、まあ、初手アルカーとロック揃ってるならね、もう X 行くかどうかっていうのはね、正直ね、まあ、これ選択なんだね、まあ、これしょうがないです。まあ、なんですけど、結果的に相手のリアンツールが遅れてる上に、まあ、避けた上で避けたし、今リガンマも腫れてて、この避けはねでかすぎる、あまりにもでかすぎる、この回避あまりにもでかすぎます。よかったです、本当に安心しました。どうなんだろう、リアンタイム X 打つのってどうなんだろうな、正直正解かどうかっていうのは分からんけど、やっぱ勝つならがっつりやって、もうバチコリ勝っていきたいんで、もうがっつりいきますわ。よろしくお願いします。よいしょ。ちなみにここの D5 は割とチンパンで割る。ぶっちゃけ B さんとかでもよかったよ。ワラゴマ変容器される可能性もあるし、ぶっちゃけ B さんでよかったよ。けどもうオラも引っちゃって、相手もロック切っちゃったんでね、だったらもうこっから合流します。はい、もう合流します。もう俺はね、あの何回マスターから落ちればいいねんっていうね、この6月っていう季節は本当に辛い。6月ってさ、マジで憂鬱になるんでね、祝日もなければ雨もめっちゃ降るんでね、てか雨多ない、もう俺雨だるいわ。雨って何、マジで雨っていうシステムが理解できん。雨がね、まあ嫌なんですよ、雨嫌なんで一回ねクラリッチを置いておくわけなんですけど、あのトゥールラがマジできついです。本当やめてください。もうその子も OP です。いや、つってもね、まあ HP 割とまあ頑張りましょう一回。まあでもまだ耐えれそうな雰囲気しない、まだ耐えそうな雰囲気する。えっ、 OK、 アラジン引いていく。ほんなら F に行きます。 F に行ってあげてさ、ここまで耐えますよ。なんで耐えれるかっていうと、まあ、これはねあれなんですよ、あのどう考えてもフェイルノートのおかげですね。もうフェイルノートのおかげで俺はこんな無茶な打ち方もできると。でロックも切ってるんでね、よほど手駒が自己ラン限りは俺の負けはない。でオーラ引いてて、無銀メニュー引いてて、守護者も出て、ディガモも出た、もうアタッカーしかない。いやでも言うて俺ぶっ飛ばすからな。なんだ3386って、知らん。はい、知りません。そんな S4 枚俺はもう何のそのです。もう行ってきます、行っちゃいます。あーもう関係ね、おい、あ結構ギリギリ、危ねーおい、ガチデッキ使っとけば簡単に勝てるみたいな雰囲気で動画始めといて、割といい勝負だったっていうね、本当に危ない。うん、てかリアンツェル対面でもう X 打つのはね、もうやめます。しかもベルギレあるかも、初手から切っててね。まあ、でもあれは逆にそう、あの X にディガンマ打つことで、まあ、リアンのカットも狙いつつ、防御符がなかったら俺のペースみたいなところあったんで、あの X はね、まあ、間違いではない気がする。正解とは言い切れないかもしれんけど、間違いではない気がするんでね、マジでね、うん、そろそろもう年貢の納め時かもしれん。もう全然俺は元からやってるつもりはないけど、正直上級者ずらできないね状況にはあるよ。で相手は神殴りと、よし、よろしくお願いします。負けるわけにいかね、
負けるわけにはいかねえんですよ。俺もね7年このゲームやってるから。さあ一回グリッターブレイドして、でオッケー、ミューズ引いてる上にシェムキリーまである。こんな色のついた手駒があるでしょうか。こんな色のついた手駒はね、俺頑張りますよ。いらっしゃいませ。さらにノートまで引いていく。でしかもこのノートコンボ2倍出るんでね、コンボ2倍出るノートをなんと風車に打ち、で次のターンミューズで、バフもかけつつ、でコンボ2倍を相手に押し付けるみたいな感じでね、なんで間違いなくビビる。さあショットエクレル切ったから、まあ、2手目形組める駒があるのか、まあ、主にミューズやら麦やらですね。なんとここで F4 に守護者、これはなんて美味しいことか。ただこれは逆に怪しいですよ。ここに守護者ってことは、まあ、出がな類が1枚あるとして、いやでもな、そこに守護者ってマジで相当な手駒な気がする。だってこれディガンマとかシェメやったらさすがにそっち切るはずなんで、相当な手駒なんでしょうね。フェイルノートもなすあったら先に出すような、なんだエンデガとビクトリアか、これさ、なんか見かけ豆だよな、守護者切ったのってあんま覚えてないけど、まあこれフェルノートやってきて、さーて、いやこれミューズないよね、これミューズあったら、えないよね、これちょっと手駒読み行くなら俺 D5 なんですけど、エサアタッカー持ってたら F4 で出せるし、手駒読むならこれ D5 だよ、手駒読むなら D5、 ちょ読むわ一覧日高に豆エンデガで、えミューズ後出しなんてことある、守護者先出しで、なんなことないよね。オッケーオッケー、これ手駒事故った、これ絶対事故った、絶対事故った、これビクトリアとエンデガです、おそらくこれ。あえてビクトリアとエンデガに決まってます。まあでもそれでもエンデガ切るけどな、俺だったらわからん。でもまあでもエンデガはおそらく、まさかの秋春ですね。それをなぜ守護者よりそっち先に出さないのかっていうね、何かのね、あでもあれか、まあアタッカー引いてからやめ出したかったってことか。なるほどね、それだったら全然理解できるっていうことで、一旦しゃぶりますか、一旦しゃぶっとこう。 OK、 こっちも防衛でもね、読みは一部合ってる。なんでかっていうと、相手エサアタッカー引いてなかったってですね、エサアタッカーおそらく引いてない、引いてたらさすがに守護者のところ、あーでもいやそうだね、なおのこと引いてないな、春秋打ってからエサアタッカー打つってこともできるから、その場合ってでこれトップ引きやんで、オッケーオッケーオッケー、こっから俺のペースに持ってきたいところではあるけど、ここの引きいらっしゃいませ。でこれシェム切り効いてるんで、果敢に殴っていくのも全然ありよりのありきりですね。 F3 で殴って A2 リンがディガンまで入るのもあり。で右下 X 守護の場合は E3 で A2 打ってって感じになって、微妙な気がするな。もう一回ピリカでやりますか。よいしょ、まあ一回殴っときますわ。にっせい、あっせい。で、これ半分いかないっていうのがミソです。で、OK。さあ、これシェム切りあるんでね、鬼は。守護コンボ一回防衛。あ、ちょっと待って、守護コンボこれ、その方だと3枚ガチになるのか。やってしまったかもしれない。そしてトップでまさかのエルティナっていうね。やってもうた。これやってもうたです。これやっちまったな。しかし、俺も OK、さらにバフを手に入れる。で、A2 にリンガと切って、で、これでおそらく B1 耐えれるだろう。さすがにね、リンガンマあったら DB4 耐えれるんで、相手エンデガー手駒にあって、で、次トップでいけば勝てるか。ただ、俺の進行かなりガバくね。正直、右下 X 守護者でよかったかは否めない。この後、守護者出せないんでね、おそらく。出す暇ないんでね。マジでやってしまった。正直、この後、守護者は出せない。やってもうたな。これ、右下 X 守護者でよかったんか。ちょっとなんか殴ってもいいかなと思って。ね、まさかの嵐になったっていうね。まあ、これ、悠々耐えるだろう。タイルがこのトップ引きで俺が飛ばせるかどうか、割と悠々でもなかったっていうね。で、ハクタク引いていくと。さあ、このハクタクで、まあ、飛ばせるわけなんですけど、マジで進行がばいな。俺ちょっとどうした、しっかりしようか。まあ、これ飛ばせるんですけど、プティなかったらやばなかったっていうね。マジで危ない。俺大丈夫かな、俺マジで大丈夫。さすがに腕なまりすぎではない、さすがに心配になるよ。まあ最初ら辺はいいんだよな。終盤の爪の甘さ、マジで出てる、正直。マジで出てるね。ちょ、これ気をつけよ。ということで、ラスザルさんですね。よろしくお願いします。海猿でもなく、ラスト侍でもない。さあ、お願いします。ギルガメッシュをプロフィールにしてるということで、おそらく神デッキでもないっていうね。いや、わからん。もしかしたらシアンリーダーの神かもしれないが。お願いします。まあ試案対面ね、神殴りからすると
目の上のタンコブが連続で飛んでくるみたいなとこあるかもしれないけど、別に勝てない相手ではない。なんなら勝てる。初手イグナッツ、なるほど、挑戦的な一手ですね。まあまあまあ、一回ね、一回初手イグナッツ切ってくる。了解。まあ一回ピリリますか。一回ピリリっといて、よいしょ。んーでイグナッツ切るでしょ。ビナ持ってる可能性濃厚。まあ、ビナショット打つこともできるんですけど、ね、リーニはこれおそらくでかくの右からの豆なんで、まあ、トップ引きですね。トップ引きで打ってきた。で、一回これで殴ろう。一回これで殴って。髪殴り対面なんで、召喚をたくさん場に出してから、ビナっていう流れが相手は狙えるので、ビナ持ってる可能性大なのと、あとはフレブですね。今日のおそらくフレブ入ってそうだな。おっと、ここでハクタク引いていく。じゃあ殴るか。特殊分だけで済むからね。はいはいって言っても、まあ、え、また特殊分だけとは言ったけど、普通に特殊だけでもかなり痛いけど、これね、この痛みっていうのはね、俺にとっては火力でもあるんですよね。あのアラジン発動できるターン数が短くなったんでね。さ、まさかのここでヒアソフィア。素晴らしいルイン、素晴らしいルインだが、一応ここシェム切りでやり返すことはできる。で、一番右の駒がロックの可能性が出てきた。相手またなんでね、またなんで、まあ、ロックの可能性も出てきたが、まあ、デバフっていうのはね、この石のカウンターダメージも減るというか、そんなに大したことないんで OK ですね。ここまで削ったら最悪釣られても問題ないみたいなとこあるけど、さあここで、なるほどなるほどね。まあ、これ半分いくか、半分いっていく。で、 B さんの罠が気がかりなところではあるが、ここでおそらく飛ばせるのではないでしょうか。さあ F4 行きましょうか。はい、シムキリ、いってらっしゃーいって感じで、これはいったか、これはいったな。さ、この髪殴りだったらね、もうこんな感じで簡単に勝てていくみたいなとこある。プレイがガバくても勝てるんでね、マジでいける。やっぱ髪殴りなんよね。信じるは神。好きな属性何ですかって言われて、神、魔、竜、どれもありだと思うんですけど、とりあえず神って言っとけば、え、どうだろう、あのね好きな属性何っていう質問に対して神ってって答えて、怪訝そうな顔されるかどうかっていう話なんだけど、どうなんだろう。神属性ってみんなどういうイメージ？俺は神殴りのイメージあるけど、まあ、あとはなんだ神って言えば、まあ、フェイルノート、ヒプノス、あと耐久とかかな。実際どう？みんなは、いやでも、各属性それなりに、あの人気の駒もあれば、人気のデッキもあれば、ヘイトのあるデッキもあるな。そう考えたら神ってさ、なんか耐久とかは割とヘイト買いやすいみたいなとこあるし、まあ昔からそれはあるんでね、別になんか別に耐久批判とかじゃないですよ。なんかそういうのあるんで、流れとしてっていうか、全然好きな人もいるんでね、それはそれで OK で、まだったらなんかシアンってめっちゃヘイト買ってるイメージあるし、竜だったらなんだ、竜ってヘイト暗黒かなんかいろんな属性あるけど、どれ答えても人によっては好印象、人によってはそうでもない印象みたいなところあるかもしれない。さあこの手駒で X 打つ勇気が俺にあるのか。俺この手駒で X 打つ勇気はさすがにない。すいません、もう馬風がない。よいしょ。まあ一回ブラダマテで鳴り打っといて、で相手の召喚はまあある程度許容ですね。つっても後半これイグナツないんで、まあ、リグンガットとかじゃないわ、ディガマか、ディガマとかシェムキで打っとけば、あの火力は抑えられそうで、相手1ビットクソ高いな。まあおそらく神デッキ、まあでもであるからこそこの手駒で X はいけない、この手駒で X はいけません。であるからこそね、防御札というかシールド1枚で全然止められるしね、デバフとかもあると思われる。さイグナツ切ってシアンでしょ、これ C2 なんや、なんか打ってくるな、これなんかあるでしょ、リーニー的な駒、さっきで言うなんかあるでしょ、絶対なんかあるよ。ビナフレ、とりあえずビナフレブ警戒しますか。ビナフレブ警戒しとこい。シアンを見たらビナフレブ警戒です、基本的には。さ、なるほど、元から持ってる罠ですね。マイティだとしたら先に出すことも、相手目線は、まあ、やろうと思えばできるので、違うかな、違ったね。ってなると、あの罠駒の回収はだるいですよ。まあ、俺は、さやかなんで、おそらくあの罠の回収だるいよだるいよ。でもエンデが切るわけにも、シェム切り切るわけにもいかないとこあったからな。ここ一回ミューズでビビらしておいて、
オッケー、まあラサスと相手全部違うところから切ってるからマジで手駒読みにくい。さあここの急所エルティナ引いていくエルティナで強引に回収ですね。エルティナで強引に回収しますわ。よいしょ、さあ強引に回収していく。でこれ回収によってオッケー、回収によって相手の HP 削りつつもこっちの HP も削れることでデカ君が生き生きしていくようになりますね。でこれでおーノーオーマイグノー、あーそこ召喚されるのね。であればまあ、とりあえずシェム切りか、一旦シェム切りで B6 とか打っとく。そうね、まあ、ダメージ抑えつつ動線もとりあえず確保しつつ、まあ、つってもこれ殴ることで相手の HP も相当減ってきてるんで、そうですね、しょぼいシールドを打たれてもぶち抜けるぐらいには相手の HP 削っていきたい気持ちではある。でロックは守護者でかわせる。まあとりあえずシェムキで大体止まったはずなんですけど、さあこれまさかのイオフィール、このイオフィが何を意味するか、まだ耐えれると思ってのイオフィなのか、非常に怖い、非常に怖いです。まあ、一応ロック怖いんで守護切りにくい。右上 X エクレル無難なのかこれ。ただその場合ってさ次 B4 飛ばせないよね。でもそれ、いやでもデガ打つかって言われたら怪しいよな。まあこうだよな、一回こうか。でこれ D に打つこと相手目線はしづらいよね。いやでも D にビナとかは無理、いや無理だな。正直ここまで来たらビナのケアまでは無理だ、そこまで面倒見きれんけど、まあまだいけます。正直全然いける、全然いけます。相手目線だとねB3 はだ、2枚返しになるし、OK、F3 ね。いや、これ F3 は相手のシェムの動線じゃないわ、シェムじゃない、シアンの動線が潰れて、で、そのやつでさらに俺、ディガンマ引いていくと。ディガンマ引いてきた。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。難しいな、ここ盤面。C 中って言えば次飛ばせる感じはするよね、けど。いや C2 打つか、 C2 打つ、ここまで来たら正直ビナまではマジで面倒見れん。俺 C1 で次ぶっ飛ばすわ。これで一応1枚返しエンデカ圏内、あ、まあ、物理ダメージ受けれるかどうかは知らんけど、やる価値はある。もうビナまではマジで面倒見れん、フレップとかで。ロックは一応守護出てってとこではあるけど、正直そこまで面倒見れん。もう俺の HP ほとんどない。二手台とかも怪しいし、いやでもイグナツ切ってるからな、ワンチャン二手台路線もあった説ある。なあー、バーストバリアはお前が、それはやられた。バスバリは、いやでも俺もバスバリ引いたらワンチャンね。はい、まあバスバリ引いていく。いや無理だな、ダブコンはさすがに受けれんか。まあさすがに無理ですか、これ4万円でかも無理だよな。無理ですねってなると、耐える筋あんのかこれ。耐える筋あるなさそう、どう考えてもない。はい、いやでも一応どっかに当ててどっちかの動線残す説はあったやってもたー。いやしかもこれ次飛ばせなくね。いや飛ばせは、いやしないか。40の68、あ無理だな、13ぐらい足りん。 B4 打ってもなんなら打てる HP 多分残らない。まあそうだよねー、これはちょっと面倒見きれんかったわ、すいませんでした。いやでも耐え路線あったな、相手イグナツ切ってたんですよね、初手にイグナツ切ってたんで耐え路線あったかもしれんな。いやないな、だって相手あれだわ、これがこれあれだもんな、上の効果打たれて終わるな多分。 D1 になんだっけあいつ名前忘れた、クーフリン、これクーフリンってのがミソだよな。これうまいわ、俺だってさ今 C1 打って2手飛ばし路線行ったけど、その場合はバストバリアで防がれるし、 D6 打って2手台路線で行く場合はD1 雷撃プラス次のあのバイセで終わるんで、そう雷撃なんだよね。 D1 もぶち抜かれるんですよ、 D1 撃たれて終わるんだよな。どの道積んでたのか今のは、相手うまっ。いやつってもな、ワンチャンあったかもしれん、どっか、俺の進行の仕方によってはワンチャンあった。あのね B6 シムキリがね微妙なとこあるかもしれん、あれね、あれ以上コンボ動線伸びないんでね。つってもちょっと HP 的に怪しいとこあったからちょっと打っちゃったわ。いやこれどうすんの、
これどうすんの。ブラダマンって切るか。はい、さあブラダマンって発動しないけどね、もしゃあない、これも切るしかない。で初手エンネが切ったと了解です。これどうなんだろう、相手イグナズ入ってんのかな。エンデがイグナズバイセってなんかバランス的にあんまりちょっと想像しづらいんですよね。でこれちょっと仕打ち打ってきたんでグローン警戒しないとまずいですねでもねグローンって警戒しててもきついんでね分かっててもきつい、あの駒はやめてもらいたい。あーオッケー、これ6切ってくれるな、さすがに神。ただこのトップルキアはもうグローン合ってるって言ってるのもんじゃない。ルキア以外打つ駒がなかったってことでしょ。要はこれグノありますみたいなもんでしょ。でもこれ避けたのはマジででかい。まあ、もしかしたらシェム切り切ったから、まあ、麦がないと見て、麦ミューズがないと見て、ロック切ってきた可能性はあるけど、まだ、あ、でもこれでかいですよ。さあ右からに豆。で、初手右からに豆だったんでね、これグノ、でもグノあったらイオン打つこともできるから、ワンチャングノない可能性も出てきた。まあでも一旦ここはエルティナですね、デバフされてると分かっていながらも。レッツゴー。はい、コンボ2倍がクソ強いと。いってらっしゃい。OK。さすがに 1.1 倍の神殴りは強すぎる。で、相手は、あとデバフが2ターンですね。で、なった場合、この手駒の動きだと、OK。これ、あれは、まあ、特殊なんだと考えて、一番右がフィニッシャーの可能性が高いですね。OK です。で、ロックも切れてる。OK。これ、一回シールド貼っときますか。一回シールド貼って。よき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 。まあ、目の前のヒプノスの、特殊ダメージも面倒見ながら、どっかで、まあどっかでアクションかけたい。オッケー、どっかでアクションかけたいですね。ここどっかでアクションかけたい。はい。よし、フェイルノートでアクションかけるぞ。さあ、これフェイルノートでアクションかけるか。A3 打つと CT が、だるいな。もういいや、こっちで。B4 で一回殴りますわ。よいしょ。大丈夫、B6 取れるともなんとかなります。はい。A3 進行あるんですけど、ちょっと、グノ持ってたっていうね。俺の読みは、おい、読み合ってるやないか。待ってるけど、合ってるけど、噛み合ってはないっていうね。なかなか悲しい。これどうしようか。仮に F4 打つ場合、E1 に打たれた場合、E4、E1 に打たれると、俺 E4 打って、でも相手その後 A3 とか打てるのか。こっちコンボないから。であれば相手目線一番だるいのは E4 か。これで動線残せる。で、おそらく F5 切ってくる可能性があって、で、その後右上 X かなと思ったけど、まさかの麦無視ね。OK。で、この場合は A3 打って相手に A2 に入られないんで、俺のペースに持ってけそうな雰囲気もするかと思ったけど、その後 F5 きついな。どうしよっか。で、あと、罠回収できないのがクソきちんだが、いつ俺は罠回収できるんだ。まあでもこれはこうするしかない。まあ、F5 来たら右上 X 打って F3 を出して F1 かな。そうしよう。いずれにせよ、この麦を取りづらい状況を連続して続けさせよう。でもこれ C6 もありだな。C6 ありだな。C6 打ったら相手角打ったら A4 打てるし、右下 X に対してもシェムキリが睨みを利かしている。で、ここでピリカで罠回収。完璧。これでいこう。OK、これで罠回収。ほんで、一番怖いのはシールドなんですけど、相手ヒップノス切れてて、まあ、軽いシールドだったらぶち抜いてやりますわ。おっと、英語ね、英語で動線組んでくる。そっか、それは忘れてました。忘れてましたけど、まあ、一応3枚返しのエンデがありますよ。これ、ビナ打たれ、怖い？いや、行きますよ、俺3枚返し。右下 X、おそらく耐えれるんでね。レッツゴー、オッケー、おー、激ロー、ワンショワンショワンショ、もうこれビーナンされても大丈夫、もうマジでワンショ、オッケー、これ耐えます、いってらっしゃい。よし、さあこれしっかり耐えたけど、あとはエクリルで終わりですね。あぶねー、まあ5枚会社もおそらく耐えれたであろう、サヤカとメルティの火力なんでね。あぶねー、英語のことは完全に忘れていた。まあでもなんだかなった、よかったです、ありがとうな、ありがとうね。危ないね。よかったよかった。よし、でもやっぱ勝ててはいる。マジで。マジ勝てる。ありがとう。こんな方してくれて。やっぱ神殴りなんですよ。はい。ナギやっとバッドモード。バッドモード入った。じゃあグッドモードに変えようか、今から。よし。
今なんかプロフィールにサブアカみたいな話だったと思うんですけど、俺さちょっと未だに何回か言及してるけど、もう一回言っておきたいことがあって、俺サブアカ持ってるって思われてるんですよ、一部の人に。でもね、持ってないんですよね俺サブアカ。なんかね、マッピー会長のサブアカに当たりましたみたいな報告たまにもらうんだけど、いや俺サブアカ持ってない、サブアカ持ってないんですよね、申し訳ない。 俺のサブアカだと思っちゃったっていうか、そのなんだろう、勘違いさせてしまい本当にすいません。サブアカ持ってませんということでね、もしねサブアカですみたいなアカウント見つけたら、それは僕じゃないんでね、多分マッピー会長っていうその俺と同姓同名の人が仮にいて、でその人のサブアカなんで、別に僕じゃないんでねサブアカ名乗ってる人はあれです、俺じゃないマッピー会長のサブアカらしいです。そういうことでそういうことです。はい、僕の同姓同名のサブアカだと思ってください。僕サブアカ持ってないんでね、僕のアカウントはこの4万7千章いくつだっけのこのアカウントしか持ってない。あーちょっと待って、さあ祭りね、オッケーいらっしゃい、オッケー、タクちゃん、さあ一旦シムキリでちょっと防衛派から入りつつX 打っといて防衛っていうね。まあでも X 進行して右下 X にシムキリを打たせ、さらに祭りを打たれたものの F4 っていう進行に引き出したのは悪くはない。さーてグエリアズと、まあ貫通持ってたら先に出すこともできるんで、まあおそらく今のところ、まあ、チャージ貯めてる可能性もあるけど、このスピードでグエリアスを出すのはさすがにクッソ判断早いから、エア持ってないと思いますね。でしかも 1.5 倍のタイミングだったんで、エアはおそらくないであろうまあイシュタルはあったんですけどね、それはまずいですイシュタルあったのはさすがにまずいと言わざれん。じゃあこれちょっと一回ミューズとか引いとこうか。ああ引かないと、辛いな、さすがに相手の HP クソ高えや。じゃあ角いこう。このコンボ、目の前のコンボ2倍は、もう正直面倒見切れません。相手はコンボ2倍打つ場合は、俺の D ガンマの4枚返しが通るんで、一旦こうか。一旦こうして、まあ、A4 とか打ってくるのか。したら俺が E1 で取って、お互いの動線を潰し合う、そんな形になりそう。うん。そうですね。A4 来るかな。OK、A4 来る。さあ、ワノゴマですね。これはおそらくポーリプスの類。で、ここに木、ミューズとか引いておきたい。よいしょ。ダメですね。はい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 。じゃあ、アタッカー行くしかないか。ほんじゃ、これ、アタッカー切ります。さあ、これでおはようございますして。つっても、相手まだエンデが発動できないかばかりか。おそらくですけど、エアは引いてないので、まあ、B4 から来る場合は、俺が A3 打って 1.6 倍の2枚返しを耐えればなんとかなる。うん、大丈夫です。1.6 倍の2枚返しを耐えればいい。OK、OK。さあ、これはディガンマも通っていく。あ、つっても、これワンチャン耐えれねえ。いやー、どうだろう。麦、いや、ちょっとこれ考えとこう。右ウェックス殴りてー。けど、一応怪しいな。怪しくはあるな。怪しくはある。いや、待てよ。いやー、これ怪しい。いや、これ右ウェックス麦打って、いいか。麦打っていいか。うん、これ半分いかないよね。え、待って、半分いく、もしかして。あ、ハムイツ、なんか いそう。いや、今日のエンデが耐えれないかもしれない B6。やってもた。俺、ハムイ行くと思ってなかった。やってもた。やってもた。一応、これ、どっか相手どこ打っても俺の動線が繋がるっていうやり方なんですけど。バハムートは予想外だったわ。これ、無理だわ。それは無理ですね。A3 打っても 1.6 の2枚返し、バイハムート死ぬね。どんまい。これ、どうだろう、耐えれたかな A3 で。けど A3 耐えたとって、俺角打たれて次のターン飛ばせなくて終わるんですよね、今の。A6 で終わるんだよな、今の。詰むんだよね。だから、まあ、勝負するのはわりかし悪くはなかったけど、まあ、バハは無理かな。それはやられたわ。まあ、エアとかだったらワンチャンノーチャージだったら耐えたかな、どうなんだろう、今の。難しい。まあ、そうだな。きつい部分があったとしたら、罠駒のタイミングでクラリ引いたとこかな。あれでなんか余計なダメージもらっちゃった感ある。まあ、しゃあない。あれはしゃあない。うん。まあ、神殴り、いくら神殴りといえど、全然万能ではないんでね。めっちゃ強いけど、あ、でも万能かもしれない。どうなんだ、神殴りって万能なんかな。みんなどう思う？いや、負けるときは負けるんでね、しゃあない。さすがに今後もクソ強い。あと、イシュタルも超強かったね、今の。マジで強かった。半端ねえ、あのゴマ。
さあターレちゃんね、オッケー、これで混合確定か。X 行きたいねこれね、でもやめとこう、やめときます。一回ハクタクで殴って、もう麦とプティさえ維持すればなんとかなるじゃろゲーミングしますわ。はいはい、ショコね、そこにショコってことは、まあ、夏ブラはないでやろう。で、罠ゴマ持ってた場合も罠ゴマからの守護という動きもあるんで、罠ゴマもないってことで OK か。コロレもないんじゃない、知らんけど。あーまずい、オーラ引かれちゃった。まあオーラ引かれる、このタイミングのオーラか。 X 打っとけよかった説あるか。悩む、これ悩む。 1.8、 山こうか。まあ、祭り引いてる可能性クソ低いんで、ワンチャンビーチシェムキリー、あービーチシェムキリーからこれディーゴフィールノートありだったな。いやまあいいか、一応こっち HP 余裕あるよ、余裕ある。でコロネも持ってなさそう、グイリアスが怖いな。まあ、え、なやこいつ、なんかバフかかってる。 1.6 倍、 OK。 なんやそれ、それなんや、なんやそれ。これだ、右上 X ちゃうと D2 がきつすぎるんで、さすがに H から打つしかない。この3枚返しなんとかなりましょう。いや、なんとかします、なんとかします、なんとかなってください。これでエアとか持ってたらさすがにすいません、すいません、あーすいませんでした。いやでも一応これまだ HP 残るな。痛いっていう、痛いに、はい、OK。ほなこれ A3 守護打ってブラダマンテタブコンレッツゴーゲーミングです。英語からだとさすがに似て飛ばし無理だよな。それか英語ブラダマンテとかもあるけど、さすがに A3 タブコンでいいか。え、罠ないよね、俺ここで罠とか来たらマジで怖いんだけど。罠ないよね、あったらクソ怖いよ。 F4 で打てるもん罠ある。え、トップ引きマジ怖い、やめて、ほんとやめて。え、でもトップ引き罠はもうね、知らんわ、知らん。だってそれで言うと俺が英語打った後にトップでアタッカー引く可能性にかけた方が良かったってなるやん。え、それは無理じゃん、頼む、この通り。よし、これは耐えたか、さすがにシェムケリーが強い。よし、これはさすがに耐えたか。んで、オッケー、クリルだったと。じゃあ、この進行で大正解。ほんじゃ、C1 いきまーす。これはダブコンなんで、レッツゴー。あぶねー。あ、でも物理でなんか勝てたっぽい。罠ゴマ打たれても大丈夫だったっぽい。知らんけど。いや、どうだろう。ね、罠ゴマ打たれる場合って、俺の麦とプティのバフもちょっと減るから分かんないな。よし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 。やっぱ神殴り強い。やっぱ神殴りなんですよね。うん。だって見てください。さっきまで6000位とかだったのにもう3000位まで押し上がりました。俺は何人抜かしたんだ、10ポイントでにつき数百人を抜かしてる計算になる。 HP 高めのマデキ愛好家、ああなるほど、そのプロフィールで一文作ってるわけで、ね、なるほど。それ俺ちょっとその発想はなかった。俺もちょっとタグとかでなんかそういうのやってみようかな。うん、大喜利みたいな感じになるかもしれんけど、さあフィンリーダーで27、速流にしては HP 高すぎるよね、 1.1 かかったとしても。嬉しいな、おい、フィンリーダーで神殴りに当たって嬉しいなんてことある。ちょっとハッピーや、おもろすぎるなそれはな。ほんじゃ俺も嬉しいなスタンプ、ごめんなかったわ、よろしくな。で、あ、じゃあごめんごめんごめんあ、ごめんごめん、でも一回 LT になっとくよ。あ、でも俺この嬉しいなスタンプワンチャンね、まあ低い確率ではあると思うんですけど、俺に当たって嬉しい説あるんでね、前に動画のコメントでいただいたんですよ。マッピー会長、これ嬉しいなスタンプ、マッピー会長の当たって嬉しいんじゃないですかみたいな。でもどうなん、俺実際そんなに嬉しいのか、俺に当たってそんなに人を好きになったのか、ウルトラマン。そうですか、それ嬉しいわ俺も。でもね、俺別にあれですね、シンプルにね、あ、分からん、 俺に当たりたいって人いるんかな。俺あんま分からんからさ、そういう感覚が、あんま感覚が分からんからあれなんですけど、でもそれでもね、なんか自分に当たって嬉しいって思ってくださるのは俺も嬉しいです。でもね、でそれ以上に俺の方が嬉しいからね、これ勘違いしないとし、俺の方が嬉しいから、俺嬉しいって言われてる俺が一番嬉しいからな、これは勘違いしないとし。そう、よくね、
動画とかでもいただくんですけど、あのみんなよりみんなが俺のこと好きなことより俺がみんなのこと好きな方が多分気持ち強いんでね、任せてください。これどうすればいいのこれ。角か角か角行こうか、うん、角行こうか。あ、 DNA でもよかったか。まあいいよ、俺はねギャンブルするわ。これ角来たら B6 入れるし、まあ、D5 は E3 打てるし、あとハテナマス、このハテナマスで俺差つけるから見といて。これ相手絶対ダメマス踏むよ、絶対ダメマス踏む。もうこれOK いいだろう、 OK いいだろう、いいだろう、いいだろう、乗ったやってやるよ。はいまあ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 いいだろういいだろういいだろう。この時点でこの時点でナノハピアに3000以上のアドバンテージ取られちまったけど、つってもいける。俺エンデが発動、 OK エンデが、怪しいぞ、まずいよ、怪しいよ怪しいぞー。おーでも白卓引いてきたのはクソマッチ。あーでもこれ白卓で殴ってもいいな、正直これ次のと飛ばせるんじゃないの、うまくいけば。もう殴っちゃおう、3枚返しあるしな。で白卓はね特殊分のこのカットだけで済むからね、クソ火力が出る。 OK 素晴らしい。さあこれ逆にハテナマスでどうにかみたいなことも相手めっちゃきついでしょ。 A4 は回復マス踏んだところで4枚返しエンデカがあなたを待ち受ける。どうだこれ勝ったんじゃない。まあ、さっきね D5 で回復マスという名のキャベツを食われてしまったよ。まあ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 うまいなおいすげえな、ハピアに愛されてんな。いやこれ4枚返しで9号ぐらい出るからさすがに俺いけ、うん、俺は絶対にダメマス踏むんだよな。さすいやこれさすがにいける、さすがに申し訳ないけどいけるわ。よしやるなハピアだけで5000ぐらいあと取られたんだから。いやなんなら最後のダメ技を受けたら6000ぐらい取られてるかもしれない。やるなやるやん、面白かったわ、やるな、さすがにやるな。ちょっとな強かったな、思ったより思ったより強かったちょっとビビったわ正直。なにこれ、I know it's time off。 お、私は知っている時間、ん ？It's time off。 タイムオフって何？あーマスティマおはよう。いらっしゃいませ。フェイルノートクラリオッケー。なあ初手は、おお初手アンネマリーね。オッケー、こういうところからこういう細かいところから情報を取っていくのクソ大事ね、これ大事ね。まあとりあえずとりあえずね、そうそう、まあ、情報の取り合い大事よ。オセロニア7年やってる俺が言うから間違いないって言っても別に実績はないけど、最近は情報取るって、俺これで情報取るよ、この初手アンネマリーで情報取るから。おそらくだけどメデューサ引いてる可能性はあるな。でセヘルオッケー、ちょっと一回引いてから考えます。これ C にありな気がするんだよな、ちょっと C に行きますわ。まあ、相手目線で殴りが怖いっていうのもあるし、うん、まあ、ノート張ってるってのもあるし、あとメドゥーサちょっとなんか最速で撃たれるのも気に入らん。おーダリーそこのカウンター、いやでも関係ないね、俺正直こんなんでひよっちゃダメだ。あでもダブコン怖いか、いや知らねえ、いやこれ殴った方がいいっす。こういうのにねビビってちゃダメです、勝てるもの勝てないんでね。でこれであえて HP をこの削りに行くことによって、まあ、アラジンの発動も促しつつ、まあ、ダブコンが辛いけどダブコン来たら F3 で動線こっちも組めるっていうことで、はいよろしくお願い。クソ強えわ、まーずいまーずい、これはさすがに強すぎ、ちょっとかこれダルスキルないくらなんでも。右上 X のダブコンきついね、けどオーラも引かれてるわけではない、であれば F 動きます。はい、いや強気に行くよ、こんなんこんなんで俺はヒヨラン、やってみろやれるもんなら。オーラ引かれちゃったよ、
オーラ引かれたんだったらさすがに日和よ俺やばいよこれ右ウェクさん多分さすがに怖いわやめてちょっとオーラは良くない契約違反ねスピード違反ねじゃあ俺もオーラ引こっかあでもオーラ引かれたことによりなんとここでアラジンが発動圏内でここは、D5 ニスと C6 のダブコンが辛いんで、まあ、1回 A2 で殴りますよいしょー OK ミューズの火力素晴らしいよしよしで相手目線 D5 ダブコンだけどそれそんなに軽く出ないはずなんねどうなんだろう飛ばされるかなリーにえ待ってこれ飛ばされるのもしかしてあすいませんあのラスティバリーダーだからって高く食ってましたすいませんでしたすいませんでした高く食ってた割とマジでいやでもさすがにやばいか愛して並びすぎた高く食ってた今のいやそうかヒュースってあんな火力高いんか全然忘れてたねということで、はい、最後の試合はクソ油断しました正直俺最後の試合はだんじり乗ってたということでまあ神殴り会でしたねまあ勝ててはいるけど言うてやっぱちょっと荒いプレイが目立つところがあったねということで、はい頑張りますお疲れ様でしたまあでも楽しかったね結構白拓も結構手駒に来てくれて嬉しかったねということでこの動画面白かったって言ったら高評価チャンネル登録お願いしますまあちょいちょいこうやってなんかちゃんとした出来会も挟むんで、期待しててくださいお疲れ様でした。